40代50代が最速で痩せるために毎日食べたい、私が26キロ痩せた時食べていた最強の食材トップ3ご紹介します。痩せたいでも辛い食事制限は無理というあなた、まずこの3つ意識して食べる習慣をつけると自然と食欲が抑えられて、気づいたら痩せだし燃焼する体に変身しちゃいます。食べ方も大切なのでぜひ最後まで見てくださいね。では毎日食べたい最強食材その1、鰹節。鰹節の中には食欲を抑える効果があることで大注目のヒスチジンを豊富に含んでいます。このヒスチジンが含まれた食事の摂取によって食事量が3割も減るというデータが出ているほど、さらに細胞の新陳代謝に欠かせない亜鉛を含んでいて、味を感じる舌の味蕾、この新陳代謝により味覚もリセットされやすいんです。そうすると食欲が増すこともぐっと減るんですよ。ヒスチジンは魚類や肉類、乳製品や大豆製品に多く含まれています。ただ私は保存も効きやすくて、サラダやお味噌汁、ご飯にそのまま振りかけられる鰹節にとっても助けられていました。皆さんもぜひ取り入れてみてください。その2、アマニ油や素焼きナッツなどの良質なオイル。普段の食事では不足しがちだけど、体に必要な脂質がオメガ3系脂肪酸です。魚介類にも含まれますが、効果的に摂取できるのがアマニ油なんです。スーパーでもたくさん売っているんですが、その数あるアマニ油の中で選ぶとき、リグナンという成分が含まれているものをぜひ選んでいきましょう。ポリフェノールの一種であるリグナンは腸内細菌によって分解されると女性ホルモンのエストロゲンを整えてくれる働きがあるんです。このことで肌や髪に潤いを与えてくれたり、更年期症状の緩和が期待できます。さらにアレルギー炎症を抑えてくれて血圧を下げるなど嬉しい効果も。そしてなんといってもこれ、脂っこいメニューの摂りすぎを抑えてくれる効果があります。良質なオイルを摂っていないと体はオイル不足だよとサインを送り続けて、結果脂っこい食事や揚げてあるドーナツなどのスイーツを好み出します。これでは太っていく一方ですよね。アマニ油やナッツなどの良質なオイルを摂取すると体はオイルが足りているよというサインを送り続けて、脂っこい食事やスイーツを食べ過ぎることが減ってきて、体の内側から綺麗に痩せ出してくれますよ。アマニ油1日の目安は大さじ1杯弱。ただ注意点として火に弱いですので、そのまま摂取するか、私はよくサラダにかけて摂取しています。皆さんもぜひリグナンが入ったアマニ油摂取していきましょう。その3、納豆です。これはもしかしたらすでに実践している人が多いかもですが、納豆は発酵食品で酵素も豊富だからダイエットのサポートに抜群。さらにカロリーを抑えつつ満腹感を増してタンパク質を効率よく摂取できます。そしてビタミン B2 により代謝をサポート。食べたものの脂質が脂肪として溜め込まれる前にエネルギーとして使えるため肥満予防になるんです。そしてマグネシウムも摂取でき、便秘の予防解消につながります。さらに納豆キナーゼという酵素、これにより食べたものの消化吸収を助ける働きがあり、栄養素がしっかり消化吸収されると代謝もアップして痩せやすくなりますよ。はい、いかがでしたか？アラフォー以上でも食から綺麗に痩せるトップ3、どれもダイエット情報をチェックしている皆さんはもう知ってるよっていう内容だったかもしれませんが、でもたったこの3つだけでもきちんと行動に移してやってみることで体の内側から体質がチェンジしちゃうぐらいの魔法の食材とも言えます。いきなり3つは無理っていう人もどれか1つからでもやってみてください。とにかく行動しない限り今の自分の体は今までと変わることはないですからね。ぜひ一緒にやっていきましょう。毎回たくさんのやったよというコメントありがとうございます。とっても励みになっています。今回もやったよという報告やこれならできそうという報告、コメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。